みなさんこんにちは、オルタナイトです。ウィンシュレジョン、ココイジャパンさん、これをくれ。ドーン Amazon.co.jp .co.jp まで言う人あんまりない。何をしたいかっていうと、まだいやー、暴れてんな、すごい。落ち着け、落ち着けよ。今日は Amazon で10個面白い商品買ってたの。なるほど。それをちょっと渋谷に俺が商品紹介したなと。なるほどね。渋谷と驚かせる商品をね、いろいろ買ってきたの。こちら、じゃじゃーん、お肉タオル。これ霜降りのお肉に見えるけど、実際タオルなんですよ。使用期限ここ破れるまでって書いてある。あ、見て、ここにバラもついてる、ちゃんと。細かじゃじゃーん。こう見ると何かわかんないね。ほんとだ。じゃあこれで今度からね、皮の油拭いてください。やかましいわ。やっぱ最近寒くなってきたよね。その時にこちら、じゃじゃーん、顔面フェイスマスク。宇宙人みたいなヒダヒダがついてるの。怖っ。だこれをちょっと渋ジャパにね、かぶってもらいたかった。そうだ、渋ジャパがヒゲもじゃだから、これ絶対あると思う。でも普通にそう、そっからかぶる。いきます。はい、いきます。はい。え、これマスクかぶってる。かぶってる。素顔じゃない。いや、面白いなこれ。これで見つかる。これいいな。めっちゃ怖いよね。あったかい、めちゃくちゃあったかい。あったかいけど、うん、呼吸がしづらい。ここがもう、塞がれてるから。こちら、ダダン、すごいモップ。どういうこと。すごいモップというだけあって、ただのモップではございません。なんとコントローラーがついて操作できるモップです。あ、これがもう、あ、いいね。動くやつがついてて、ここにふもふもふを。え、ちょっと待って、さっきのこれをつけてもいいんじゃない。いや、似てるけど。はい、これで完成。スイッチオン。あー、動いた動いた動いた。すげえ。すげえ早いじゃん、しかも。あー、怖い。一応取れるけど、取れて離す。キャッチアンドリリースがすごい。じゃじゃーん、これ折れ曲がってる時計なの。これいいじゃん。ここら辺に立てかける。だからこれモチーフなのはダリ。いや、腕時計にはならないけど。あ、いいね、こういうとことかも。あ、そう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 、立てかけるって感じの。いいね。じゃじゃーん、まあ普通の鉛筆。ただちょっと触ってみてほしい。あ、ぐにゃぐにゃ曲がるやつ。そう。え、これ知ってた。あったよ昔。え、マジで。あれ。小学校ぐらいの時あったよこれ。マジで。俺ちょっとびっくりして、うわ、これ面白そうと思って買ったんだけど。ええ、このぐにゃんぐにゃんに折れ曲がるやつ。うん、これあった。結構あったよ。次はこれだ。ダダン、鉱物の缶詰。こういう綺麗な石が入ってるらしいの。で、100巻に1巻スペシャル鉱物入り。だからレア物も入ってるっていうね。アンドリア。小さめだね、結構石は。本当に重さは結構ある。これクリスタル、中国では水の化石と考えられている。すごい透けてる感じ、このクリスタル。エメラルド、ロシア、ウラル地方で取れるそうです。じゃじゃーん、なにこれ、バウンスオフっていう。これ2人で遊んだらちょっと面白いかなと思って買ってみました。カードに配置があるのよ。これで順番にボール投げていって、その配置にして一番最後にそれに置いた人が勝ち。じゃあカードの配置、どれが一番引いて。じゃあこれ、これ。あ、2枚引いた。1列。あ、1列。あ、4つ。あー、そんな失敗するのあるだろ、この男。こそくすぎるだろ。よっしゃー、シブジャパン優勝。ドドーン、ビッグノーツ。急にどうした。この商品なんだと思う。わかるよ俺。え、シャンプーでしょ。わかんの。知ってた。なんか見たことある。これシャンプーとか入れるね。で、ここに入れて鼻を押すと鼻水みたいに垂れてくるって。はい、今水入れてきました。はい、じゃあこれで。ですよ。すげえ出るじゃん。すげえ出るじゃん。左だけすげえ出るじゃん、鼻水。これ渋ジャパ水筒にどう。いや、飲みづらいだろ。次はこちらだ。ドゥドゥーン、でかっ。これは、うつ伏せで寝る用の枕。どうやって使うかっていうと、まずかぶります。え、で、これでうつ伏せになっても鼻が潰れないの。なるほど。そう、ここ。あ、これいいね。だからこういう風にやって、こういう風に。すげえどでかい親指みたいになってるけど。で、ここのじゃあ横の穴何かっていうと、うん、ここに手入れて組めるの。そう、ちょうど頭の上にこれ通るようになってるんだよ。あー、
だから腕も収納できるっていう。だからさ、学校の机とかでさ、うつ伏せに寝るとさ、ここ痛くなったじゃん。確かに。だからそういう時は、先生すいません、ちょっとこれ使いますって声目立つだろ。いよいよ最後の商品です。はい、最後多分急に一番びっくりすると最後あれじゃない、うん、プリッツとか。プリッツ最後の最後のプリッツ逆にびっくりするな、それは。正解はこちらです。じゃじゃん、本なんだけど、うん、この本の題名、Amazon で変なもの売ってるっていう題名なの、本が。そのまんまじゃん。そう、この企画のままじゃん。そうこの企画のタイトルがついた本があるの。何これ、待望の20年ぶりの新作小説って。20年ってなかなかよ。Amazon で変なもの売ってる。じゃあ、しぶしぶの一番これさせたもな。ででん、これです。出た、うつ伏せ枕。うん、これいいね。ね、これ予想以上に実用的。実用的、気に入ってもらえてめっちゃ良かったです。はい、ということで渋谷くん、すべてお買い上げでありがとうございます。え、俺が払うの。